私ももしかしたらこの太さなのでいらないかもしれませんが、でもそっか、中動いちゃうかもしれないからしといた方がいいですかね。ちょっと汗かいてる。なるべくね、これね、上にこれを、あ、それがですね、またこれもあれなんですけど、私ここがこう短くて限界値です。はい、これね、クロスで、ね、こうして、あ、違う、こっちの上にかけて、あ、ですね、で、あ、こういうことですね。はい、きつくない、大丈夫、大丈夫です。よいしょ、よいしょ。はい、何人ですかね。これは何人になるんだろう。じゃあどうぞ、こちらで、じゃあとりあえず、ね、シーン初めてだから、はい、え、アイマスク、うん、連れて行きますか。だって傘持ってる？ん？傘。うん。え？ありました。はい。はい。じゃあ手出して。はい、え、これこんなんでさ、連れてかれる電波少年ってすごい番組だったんだね。本当に見えないよ。この先坂道なんで気をつけて、ね、え、ちょっと待って、なんでそういうところでこれアイマスクするの。おかしいじゃん。え、なんで、え、な、え、なんで、どういうことなの。いや、ほんと怖いけど、今気づいたんですけど、アイマスクしてたら目開けてもいいのにずっとつぶってるから余計怖かったです。あ、え、アイマスクの下で目つぶ、え、そういうことなの。え、右もないの。え、右、右ないの。右寄ってったら危ないから。分かんないよ、どういうことなのよ。まあまあ、ほら、バーベキューを楽しくするための、美味しく食べるための、え、なに、なんなの、何、ちょっと、はい、ちょっと、はい、ていうか、俺が危なかった今。あ、それは、レクリエーションってさ、ああ、なんか、あれ、なんとかハントみたいな。あとね、15メートルぐらいかな。15メートル、何が、ミヤさんが3回目さっき言ってた。え、ちょっと待って、え、ほんと怖っ、何、足元気をつけて、足元気をつけらんないよ。ちょっと見えないから気をつけらんないから。あ、じゃあいいや、そこで外していいよ。え、と、これいいの、あ、いい、うん、外していいよ。これ足元気をつける。はい。え、はい、ここで今から労働します。労働します。はい、これからあの田植えやりますんで。ん、田植え、田植え、田植え、はい、働くよ。休みなど、ね、休みなど今日。いや、ほら、でも働くじゃん。
ュウさん様になりすぎじゃないですか。マジか、うん、ちなみにここのお米、ここの田んぼのお米は、はい、あの試し抜き企画で食べた。そうだそうだ、あのめちゃくちゃ美味しかった。美味しいやつや、うん、また食べたいでしょ。食べたい。じゃあ働いて食べよう。私今お腹鳴ったよ。よし、まあ、うん、まあやるでしょ。やるよ。